夏の隠れ家は騒がしく何も知らぬ僕たちをただ静かに佇み世界の外側いざなういつの間に走り出す答えはまだ見つからないけれど手を伸ばす想い忘れないで虹色作ろうかな。入れる場所は、材料は考えすぎかな。何作ろうかな。どこに入れよう。材料は、レベルアップ。入れる場所はどこに入れよう。何入れようかな。入れる場所は、材料は、入れる場所は、どれにしようかな。よし、行け。何作ろう。どれにしようかな。材料は、入れる場所は、まだまだすごくなるかも。入れる場所は、材料は、入れる場所は、こんなか。よし、行け。何作ろうかな。できた。組合本部まで届けに行こう。どこに行こうかな。うん、いいね。ものづくりをする人たちが集まってる町、いいな。こういう町大好きだよ。これで、これで。どうかな。依頼には沿ってると思うんだけど。はい、この粘土と純度ならいけると思います。よかった。ところで、それは何に使うものなの。これは魔石とガラスを滑らかに接合するために用いるデュエット溶剤です。これがあればきっと私でも。すみません、ライザさん。いえ、錬金術師ライザリンシュタウト殿。は
はい。あなたが工芸から新たな視点を得ようとしているように、私もあなたの近くでいろいろと学ばせていただくことはできないでしょうか。え？サルドニカに滞在する間だけでもいいんです。私がいれば両派への橋渡しも話が早くなるはずです。私にも成し遂げなければならないことがある。どうかお願いいたします。私たちは大歓迎だよ。本当ですか？よかった。仲間が増えたな。仲間、それなら皆さん私のことは呼び捨てにしてください。敬語もなしです。じゃあよろしく、フェデリーカ。はい、よろしくお願いします、ライザさん。そっちは敬語をやめないんだ。皆さん年上ですから。では動きやすいようアンナにいろいろと申し伝えてきます。さて、組合長代理の助力も得られるってことで、改めて両派の技術を学ばせてもらおうかな。私もたくさん学ばせてもらいます。皆さん、突然の申し出なのにありがとうございます。うんうん、いいんだよ。これからよろしくね。俺たちとしてもいろいろ助かるしな。 はい、早速両派の本拠地に行ってみましょう。てるみたいだな。僕たちの出番だね。経験してもワクワクするね。これも使えるのか。見つけた。
どこに行くの？ここでいいのか？あ、どうも。こんにちは。職人との挨拶は大切なんです。サベリオさん、少し時間をもらえるか？これはこれは、組合長代理に錬金術師殿まで。ついに我がガラス派への合流を決心してくれたのか？いえ、そろそろ錬金術の参考にそちらの技術を学ばせてもらえないかなと。ふん、なるほど、ついに来たわけだね。やっぱり調子のいいお願いですか？いや、むしろあなたには積極的に学んでほしいと俺個人は思っている。しかし、他のガラス派の交渉にもライザさんの力を見せつける必要があるのですね。そう、我々は交渉すべてを公正に扱わねばならない。それが新しさの芽吹く場を守るということだ。故郷を思うとどうにも耳が痛いな。空間島も変わってきてるよ。それで公正に扱うってのはどういう意味です？平たく言えば、あなたがここで教わるのは悲劇や縁故からではないと周囲に示せばいい。平たく平たく言えば、文句を言わせないくらいすごいことをしろと。また何か調合します？俺はあなたの腕前をもう知っているし、今度は交渉たちにアピールできる派手な功績がいい。具体的には？硬質ガラス製造に必要な功績を取ってきてもらいたい。正規の彫像作成には絶対に必要だ。シンティラ鉱石ですか？あれはクレリア地方でも限られた産地でしか。貴重な素材ということか、ライザ。うん、そういうことなら話は早いね。待ってて、お望みのものを持ち帰ってくるから。お互いのためにいい結果を望むよ、錬金術師殿。採掘場所を伝えよう。鉱石が取れるっていう洞窟は橋を渡った渓流の先にあるそうだ。貴重な素材らしいね。頑張って探そう。どこ行くんだ？素材集めに行くの？鉱山、誰かさんが喜んで鶴橋振り上げそうだな。お、どこ行くんだ？
ここにしよう。ガラスや石のぶつかる音がすごいな。それだけ職人が多いってことか。はっ、集めておこう。さあ、タオってさ、割と自由気ままに行動してて、オートにまで行っていろいろやってるじゃん。タオの親ってその辺何も言わないの？うちの親？そうだな。うちなんて顔合わせるたびにお母さんにいろいろ言われるんだけど、今回だってここに来るだけでもお母さんいい顔しなかったしね。レントの家は言わずもがなだし、ボースのところも最近はモリッツさんが何かとうるさそうだし。うちの親は放任主義みたいだからね。僕は特に何も言われないかな。いいな。うちのお母さんもそうなってくれればいいんだけど、無理かな。まあライザの場合はこれまで積み重ねてきたミオさんからの悪評がすごいからね。これからもずっといろいろ言われ続けるのか。でもね、ライザってミオさんから見ればおてんばで無鉄砲な手のかかる子供なのかもしれないけど。ひどい言い草。僕から見たライザって確かに無鉄砲かもしれないけど、前よりずっと成長した大人に見えるんだよね。そう？うん、オートでもすごく努力してたのを見てるし、人助けなんかもたくさんしてるし、僕はそう思う。僕常々思うんだけど、人って物事を判断する基準がすごく希薄な気がするんだ。どういうこと？自分が見たものしか信じないって人もいれば、一方で噂話でも自分に都合が良ければ簡単に信じたりとか。だからミオさんは単にライザが成長したことをまだ信じてないだけなんじゃないかなって思う。どうしたら信じてもらえるようになるんだろう。別にライザは今のまま普通にしてればいいんじゃない。これはミオさんの問題だからね。そのうち何かのきっかけでライザが変わったって信じたら、急に手のひらを返してくるんじゃないかな。そういうもんなのかな。みんな準備運動はしておけよ。ああ、念入りに済ませておこう。この辺りいいものが手に入りそうな予感がします。さあさあ集めちゃいましょうね。敵だ、気をつけろ。フェデリーカ、それ前に出過ぎないようにね。やっ、終わりだ。援護します。わ、フェデリーカ、頼める？わかりました、ライザさん。フェデリーカ、やっ、お願いできる。終わりだ。最後だ。フェデリーカ、やれるな。そんなこともできるんですよ。投げます。最後だ。とどめだ。
いつ今なら攻撃が通りそうだよ。クリスタルの力使います。今なら鍵を作れそうです。基地と出るか、それともならなし。あれだけ弱っていれば鍵を作れると思いませんか。せっせっ終わらせる。こいつでどうだ。どうしよう、このままじゃ終わらせる。せっどうだ、とどめだ。これを使うべき時ですね。あの敵鍵が使えるかも。基地と出るか、それともやった、成功です。これを使うべき時ですね。はっ、最後だ。こいつでどうだ。できるんですよ。雪のように見えるでしょ。大丈夫だよフェデリカ。これを使うべき時ですね。やってみせる。鍵よ、解錠します。さあ、力を見せて。回せていただきます。はっ、外しません。やっ、飛べ。こいつでどうだ。こちらの敵は倒しました。連続だフェデリーカ、その調子でお願いね。これを使うべき時ですね。やってみせる。鍵よ、はっ、回していただきます。外しません。とどめだ。光の花吹雪で、守りが集中回復で倒せるかも。こいつでどうだ。いい感じだよフェデリーカさん。フェデリーカやれるな。少し増やしましょうか。大丈夫だよフェデリーカ。これならこっちからだ。よっしゃ、こっちのは倒したぜ。これでこれくらいできて当然だぞ。決めますよ。どうだ、ちょっと待ってよ。終わりだ。みんな大丈夫だった。よし、まだまだ強くなれるぜ。強くなっちゃったみたい。一度体勢を整えましょう。気をつけろ。行こう、カイザー。どうだ、サポートを奪って。終わりだ。これでおしまい。カイザー、お願いするね。こいつでどうだ。今の鍵が作れるかも。任せろ、カイザー。さあ、とりあえず終わらせる。よし、今の行けそう。やったな、カイザー。よっしゃ、こっちのは倒したぜ。それくらいできて当然だぞ、ネント。新しい鍵を、うん、今なら鍵が作れるかも。終わらせる。いいかな、とどめだ。どれにしようかな。お願い、成功して。よし、できた。このタオさん、援護します。どれにしようかな。フェデリーカ、力を使え。前に出過ぎないようにね。大盤振る舞いよ。せっ、どうだ、どりゃ、せーの、こいつでどうだ。隙あり、うわっ、うわっ、うわっ。今なら鍵が作れるかも。まだまだ、こいつでしょ。よし、どうだ、今ならいけそう。どれにしようかな。この経験の差か。いけ、よし、今なら
ていけそう。やったね、ルト。どりゃ行こう、ライザー。何にしようかな。鍵を。クラウディア、みんなを守る力を。この力で戦況を切り開く。私が行くよ。そこ。せーの。当たれ。任せて。まだまだ。よいしょ。当たれ。私たちの勝ちだね。みんな大丈夫かい？珍しい鉱石があるっていうなら武器の素材にもなったりしないか。何が入ってるかな。どうでしょう、あまり武器職人は多くないので。私の方で作れそうなら作ってあげよう。これも使えるのか。とりゃー、どんな素材も無駄にならないからね。うちの実家にもよくわからん美術品が大量に飾られてるんだよな。モリッツさんはそういうの好きそうだよね。ワクワクするよね。サルドニカの工芸品も売り込んだら買ってくれるでしょうか。ライザなら有効活用してくれるよね。とりあえず集めておくか。朝か、魔物はお休みの時間だな。みんな敵だよ。頑張ろうクラウディア。行くぜ。とどめだ。うわそれ、いや終わらせる。ライザーお願いするね。鍵が作れるかも。新しい鍵を。うわくらえ。終わりだ。最後だ。任せろ、ライザー。最後だ。行ってて。
とどめだ。くらえ。始めるよ。この。最後だ。やべ、みんな気をつけろ。とんでもない攻撃が来るぞ。始めるよ。新しい鍵を。できた。お願いするね。せ、最後だ。まずいな。どうにかしなくちゃ。とどめだ。一匹やっつけた。ライザさん、お見事です。この、もちろん任せて。グランディア、お願い。私に任せて。水道を上げる。もう一度。私の全力だよ。今なら鍵が作れるかも。大丈夫です。タオさん。フェデリーカ、頼める。全力だよ。ライザさん、お願いしてもよろしいですか。これで。誰にしようかな。大盤振る舞いよ。まだまだ強くなれそうね。よし、まだまだ強くなれるぜ。強くなれたみたいだ。強くなっちゃったみたい。少し強くなれた気がします。